ハロー YouTube エリオクエストのセイデモです、今回はですね、あの大人気エリオスペルマム、こちら、はい、エリオスペルマムパラドクスムについてご紹介していきたいと思います。今回はこのめちゃくちゃでかいパラドクスムを、植え替えしていきたいと思います。ですね、植え替えていく前にちょっとエリオスペルマムパラドクスムについてちょっと、ご紹介というか ご説明させていただきたいんですけども、エリオスペルマムパラドクスムはですね、南アフリカのケープ地方の、冬に雨が降る地方に、割と広く分布している種になります。でですね、このエリオスペルマムパラドクスム、この付属木っていうこのモフモフ 一個一個があの一枚の葉っぱで、葉っぱの、一部がこんな風に、もじゃもじゃしてきてて、でこれだからあの枝とかじゃないですね、これこのモフモフ一個が一枚の葉っぱっていう感じの生え方をする珍しい、まあ、面白い、特徴的な種類になります。でパラドクスムっていう名前の意味なんですけども、まあ、パラドックス、なんか奇妙なとかそういう意味になります。で1797年に初めて、発見されて、発見というかまあ記載されまして、まあ、最初はねオオイソガラムパラドクスム、まあ、パラドクサ、オオイソガラムパラドクサとか、まあ、いろんな、まあ、名前、まあ、分類が今に至るまでちょっと変わってきてるんですけども、でこの、パラドクスムの何がそんなに変化、そんなに変わってるのかというのを説明する前に、ちょっとエリオスペルマムの分類について簡単に説明しないといけないんですけども、まあ、簡単に言うとですね、エリオスペルマム属っていうのが、まあ、あるんですけど、その下に、亜属っていうのが、大体大きく分けて3種類に、分けられます。はい、亜属っていうのが3つありまして、その中の1個が、リギュラツムという亜属と、キアシフォリウムっていう亜属と、最後に、エアリオスペルマムっていう亜属が、この3つの大きく分かれるんですけども、このよく、皆さんが見ているエリオスペルマム、この付属器がつくエリオスペルマムっていうのはエリオスペルマム属のエリオスペルマム亜属のものなんですね。でほぼ全て、付属器をつけるエリオスペルマムはエリオスペルマム属、エリオスペルマム亜属のものになるんです。ただそこで一つ例外的に、このエリオスペルマム亜属以外に唯一付属器をつけるのが、この、はい、パラドクスムになるんですね。こちらあのこれ何亜属かって言いますと、リギュラツム亜属、一番そうですね、リギュラツムが一番原始的で、その次に、キアシフォリウム、その次に一番進化しているのがエリオスペルマム亜属っていう風になってるんですけど、この一番、原始的な、亜属にと、考えられている、このリギュラツム亜属に含まれる中で唯一、付属器がつくっていう、なんと言いますかね、かなり変わったエリオスペルマムということになっております。というわけですね、形も特徴的なんですけども、こう分類学的に言ってもですね、かなり奇妙な、エリオスペルマムということで、楽しんでいただければと、はい、思います。はい、でそんな奇妙な点の多いパラドクスムなんですけども、まあ、先ほど言いました通り、ケープ地方の、冬に雨が降るところ、割と広い範囲にわたって分布してて、そうですね、生えてるところも砂が多いような土壌から割と粘土質の土壌まで、いろんな幅広い土壌に対応して生きてるっていう感じのところに生育しております。はい、というわけですね、ついに、こちらをちょっと植え替えていきたいと思うんですけども、この中皆さんどうなってるか気になりませんか？この後すぐ出していきたいと思います。はい、というわけですね、早速こちらを植え替えていきたいと思います。基本的にですね、エリオスペルマムパラドクスムは、まあ、芋がちっちゃいうちは、芋一つから、葉っぱ一個、大きくなってくるとその成長点と呼ばれる、ところが芋にいっぱい出てきてくるんですけど、まあ、各成長点から、葉っぱ一枚っていう風な感じで、生えてきてます。というわけでですね、この成長点がめちゃくちゃあるパラドクスムの芋はどうなってるのか、ちょっと早速見ていきたいと思います。なかなか葉っぱがモフモフなので土が絡まってすごいことになってます。はい、というわけでですね、こんな感じになっております。エリオスペルマムのパラドクスムはですね、基本的にはこんな風に、芋の下側から成長点があって、でひょろっと上の方に葉っぱを伸ばしていくっていう感じに葉っぱを伸ばしていきます。なのでですね、植え替える時はですね、成長点が、下になるように、まあ古い、サヤとかがこんな風に
残っていることが多いんで、こんなのを参考にね、あの向きを間違えないように植えてください。一応ですね、こんな風になってて、割とですね、あのもしかしたらちょくちょくこう芋が分かれるそうな風になるので、まあもしかしたら今ちょっとやらないですけど、思いっきりちょっとこのこうちょっとグラグラ動いてる芋とかプチってむしったら、また株分けとかして、増やせると思います。はい。でですね、あとまあ、エリオスペルマムのパラドックスの特徴としてですね、葉っぱがまあ成長点が下にあるのと、あとまあ葉っぱがあの通る溝みたいなのが芋にこう溝ができて、それに沿って葉っぱが伸びていくみたいな感じの、生え方をしていきます。どうですかね、なかなか見る機会ないんじゃないでしょうか、こんなでかいパラドクスムの芋は。僕もこれあのそうですね、植え替えたのこれ2年ぶりぐらいなので、2年前はそうですね、こう葉っぱも多分5本ぐらいの株の大きさだったので、かなりまあ2年間でそうですね、一回り二回りは成長してるんじゃないかと思います。はい。というわけでですね、こちらこのエリオスペルムパラドクスム早速、植え替えていきたいと思います。植え替えるといってもですね、さっきと同じやつに植えます。大きいやつがないので、本当はもう一回り大きいのに植えたりしたらいいんですけど、まあこんな感じの普通同じやつに植えていきたいと思います。あの一番いい植え替え時期は9月の初め、成長期の初め前後に植え替えるのが一番おすすめです。というわけで早速植え替えていきたいと思います。植え付けに関してなんですけども、まあ、基本的には他のケープバルブとかエリオスペルマムとか同じ感じで大丈夫です。まあこれあのちょっと長めなんですけども、まあ、あのそこはね割と深めのやつ買った方がいいですね。芋がどうしても原骨ぐらいあったら、原骨の下から、あの原骨の下ぐらいから出てくるので、あの根っこがで、根っこのハウススペースを確保するために、まあ芋の分下から根っこが出ちゃうので、できるかは割と深めの鉢に植えてあげた方がいいと思います。はい。というわけでですね、まずは、はい、こちらの、ボラ土を敷いて、まあ小石ですね、はい、水はけが良くなるように、こんな感じに小石を敷いてあげて、はい。それで、いつものこのこちらの賢者の土で植え付けていきます。まあちょっとですね、今回あの芋がギリギリ大きい、あの芋がかなりもうかなり大きいので、まあ最初にちょっと土を入れちゃおうと思います。はい。まあこんな感じで入れたら、あとは、上にこうやって、持って横から土を流していくという感じで浮かれていきます。でですね、まあ、先ほどちょっと言いましたけども、まあこれはまああの葉っぱ出てて、まあ、上下間違いようがないんですけども、もし芋が、出てない時、あの葉っぱが出てない時に上下の見分け方はですね、まあ、基本的に、葉っぱ古い葉っぱが出てるのがある場合、まあ、そこが成長点なんですけど、成長点は、まあ、基本的には芋の下側か、まあ、ちょっと側面にあることが多いです。でですね、あとまああの古い葉っぱの、ちょっとわかりますかね、これとか、古い葉っぱのね、あの枯れたやつが残ってるんですけども、これとかをね参考に、これが葉っぱなんでこれが上向きになるように、でまだ根っこもあると思うので、まあ、そういうのを参考に上下を間違えないように植えていってください。というわけで、はい、植えていきます。まあ深さはですね、まあ芋を上に出して植える方もいますけど、まあ見た目には面白いんですけど、やっぱり、冬のあの夏の間とかね、休眠する時直射日光とか、まあ冬の間もそうなんですけど、まあ普通は、本来は芋が、ちゃんと完全に埋まった状態で生えているものなので、そういう感じで今回は植えていこうと思います。直射日光がね、芋に当たって芋が煮えちゃってね、どん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 上の方がなくなってくること、少なくな減っちゃってくることがあるので、まあこれが一番いい感じだと思います。はい。どうですかね、まあ、ちょっとこんな感じで植えたら、下の方にまでちゃんと土が行くようにちょっと揉んであげるとかして土を慣らして、割とこれちょっとね、葉っぱがもう重くなっちゃってるんで、かなりね、葉っぱをちゃんと立てさせてあげるという意味でも、割と葉っぱの白いところが隠れるぐらいまで土は入れてあげようと思います、今回は。でですね、最後の一番上には、いつも、ちょっと保湿の意味を込めてですね、まあ、保湿のために、ちょっと培養土、賢者の土よりは、ちょっと、保湿性の高い土、これは、赤玉土と、薩摩土を混ぜたものなんですけども、これをかけて完成です。はい、いかがだったでしょうか。これで植え替え完了です。ちなみにですね、さっきちょっと、紹介の時に言い忘れたんですけども、
このモフモフ、なんでこんなモフモフになったかっていう説が、まあ一般的に言われてるのは、ちょっとね雨が少ない地域なので、これに、水滴、朝とかにね、朝露をつけなのがついて、それを溜めまくって、朝露をつけて水を集めるためにモフモフになったんじゃないかとも言われてます。はい、というわけでですね、次はこの管理方法について説明していきたいと思うんですけども、基本的にですね、これ冬型植物で、冬の間、まあ春、秋と冬と春ぐらいに葉っぱをつけて生育して、夏の間は、葉っぱを完全に落として休眠するっていう植物なので、その成長期と休眠期に、分けて、ちょっと栽培管理方法をちょっと説明していきたいと思います。まずですね、成長期、秋冬春の成長期にの管理についてなんですけども、基本的にはですね、まあ、ケープバルブ大体そうなんですけども、すごく、直射日光が大好きです。なので、できる限りね朝から晩まで直射日光が当たりまくるところに置いてあげると、元気に育ちます。あんまりちょっと日陰が多すぎるとですね、まあビョロ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 ちょっと徒長しちゃってなんかね、格好悪くなるので、日差しがあった方がよく育ちます。でですね、水もそんなに嫌いではないので、水やりのは大体、3日に1回ぐらいですね。目安としてはこの今完全に乾いてますけど、この培養土の表面が完全に乾いたら水をたっぷりあげるっていう繰り返しで、大丈夫です。はい、でですね、今はかなり、僕もこんなフードかぶっててめちゃくちゃ寒いんですけど、今、12月ですけど、これどれくらい冬寒さ耐えるのかと言いますと、割と耐えますね。うちの高知のエリオクエストのビニールハウスマイナス5度とか、まあ、多分ゆうべもマイナス5度とか言ってたと思うんですけども、まあ、そこまで一応耐えるんですけども、まあ、目安としては氷点下いかないのが一番いいです。まあ日中にですね、ちゃんと火が当たってて土の温度とかがちゃんと上がってれば、一瞬氷点下5度いくとかそんなのあったら大丈夫なんですけども、まあそういう意味においても日当たりは大事です。でまあでもどうしてもそのすごいマイナス5度とかいっちゃうような時はですね、まあ、水やりをせずに乾燥状態に保ってあげると、生存確率が上がります。まあでも一番いいのは暖かいところに取り込んであげるとかするのがまあ一番いいです。はい、でですね、水やりに関してなんですけれども、まあ今ちょっと土表面が割と湿ってるんですけども、はい、こんな感じでこれ完全に、まあ、先ほどみたいにですね、完全に土が乾いたらやるという感じで大丈夫です。だいたいまあ1週間に、そうですね、1回か2回か、まあ3日に1回ぐらいの感じだになるとは思うんですけど、土の表面が完全に乾いたら下から出るぐらいたっぷりお水をあげるという感じで大丈夫です。はい、続きましてですね、休眠期の時の管理についてお話ししようと思います。休眠期はですね、まあ、4月とか、4月の、3月の終わりとか4月の初めぐらいになってくると、まあ、葉っぱを落として、芋だけになって休眠します。その時ですね、まあ、芋だけになってしまうんですけども、その時は、日陰に移動してあげて、で、水やりは完全にしないという感じの管理で大丈夫です。直射日光にですね、休眠期の時に、まあ、夏なんで、直射日光当たっちゃうと芋とかがもう鉢の中で見えちゃうので、それを避けるために日があんまり当たらない日陰に置いて、で水やりはしないという感じで放置しておけば大丈夫です。でまあまた9月とかになってきますと、まあ花が出たり葉っぱが出てきたりして、まあ水やらなくても勝手に起きてくるので、そしたら葉っぱとか花とか出てきたら日当たりのいいところに置いて、また冬の管理に移行するっていう感じで大丈夫です。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。今回は人気のエリオスペルマムパラドクスムについて、ご紹介させていただきました。はい、というわけでですね、この動画いいねと思ってくれた方は、高評価と、あとチャンネルの登録の方もよろしくお願いします。でですね、あとこんな植物取り上げてほしいとかいうのがありましたら、下のコメント欄にいただけると、まあできる限り、対応させていただきます。質問がある方も下のコメント欄に書いていただけると、回答していきます。というわけでご視聴ありがとうございました。ハッピープランティング。Thank you.